はいどうも、パラプンテ J2 のマーチャンネルですと。というとこで、今回、激化プルーフ&残留争いというとこで、今回はプルーフ争いと残留争いの、プレビューですね、をやっていきます。よろしくお願いいたしますと。ということで、昨日優勝争いの、プレビュー動画をアップしました。徳島と清水、そして、もう一方山形と横浜 FC のゲームの動画を上げたんですけども、まあ、動画アップ予約か投稿予約をした直後に徳島清水のゲームが延期というとこなんで、まあ、ちょっと今回はこのゲームが終わった段階では一部各会場、暫定順位に移っていくというところ、まあ、一応これ動画収録日時点での、ですけどもね、まあ、試合が行われる予定のゲームを中心にやっていきますんで、まあ、動画が上がる頃にはもしかしたらそことそこは、中止延期だよみたいなのがあるかもしれませんけれども、そこはよろしくお願いいたしますと、いうところで、じゃあやっていきましょう。こちらというところで、まず順位表ですね。これが J2 順位表というところで、首位が清水、2位横浜 FC、 そしてちょっと優勝争いから脱落しちゃったんで、プルーフ争いの方に今回移って回ってる僕の地元長崎ですねが、1位、2位、3位というところで、1個、まあ今回関係ないですけどもね、横浜 FC は今回勝てば首位、まあ引き分けでも得失点差の関係で首位に立つんですよね。で、これよく言われるのが、いくら暫定順位表とはいえ一番上に名前があるのはかなり自信になるみたいな、選手からしたら相当モチベーションが上がる、まあ、暫定順位だけどもね、それでもというとこなんで、まあ、ちょっと横浜 FC 本当ね、勝つか引き分けで一気に首位に立つことができますんで、まあ、横浜 FC この1個上に、ね、いるかどうかとかだいぶ違うみたいですもんね。やっぱりね、暫定中のは分かってんだよっていうのねあるらしいですけどもね。で、まあ、プレファラソンに関しては前回仙台が敗れて山口が勝利とかありました。で、岡山がなかなか勝ちきれておりません。この辺がどういう展開なのかで、いわきも前回敗れて、でジェフ千葉山形が追い上げているという状況になっておりますよね。なかなかに激しい、まあ、残留争いに関しては一応こんな感じで、まあ、ロアッソまでかな、ロアッソ、水戸、大分、ここまでが、まあ、残留争いというか、でも7ポイント差はね、水戸、大分でついてますんで、7ポイントを、残り10試合くらいかなでっていうのは結構厳しいものがね、あると思いますんで、まあ、現状はロアッソまでが残留争いかなっていうところには、なってきます。さあ、今節終わった時点でどんな順位表になるかというとこですね。それではやっていきましょう。こちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。まず最初、仙台いわき、まあ、今回注目のゲームにもなってきます。仙台現在勝ち点47、5位という数字で、いわきは現在勝ち点43、7位というのが両チームの今シーズンの成績にはなってきます。まあ、だからいわきと仙台、まあ、7位と5位、順位が近いで、この試合いわき勝てば、ね、5位の仙台との差が1ポイント差になるということを考えれば、まあ、いわきにとっては重要なゲームになると。で、仙台にとっても今後占う、ね、まあ、ゲームになる、プレーオフ争いというところで、まあ、しっかり、プレーオフのところ進出できるかどうかというところで、ここしっかり勝てるかどうかというのは、ちょっと今後の、ね、緊張感が高まるか、それとも、ね、プレッシャーが和らいだ状態で今後、気持ちの余裕を持って戦うことができるかどうかみたいなところにもちょっと影響が出そうな感じがします。両者直近5試合、仙台が3勝2敗と。いうところで、前回ジェフ千葉に敗れていますが、ただそれ以前は3連勝中だったんで、まあ、やっぱり負けた後が大事ですね。調子がいいチームほど負けた後が大事というところなんで、さあこの試合立ち直ることができるかどうかというところですね。で、いわきもいわきで調子は良かったんですけども、前回ロアッソに3対4の敗戦というところですね。まあ、だから仙台もいわきもまあ連勝中であった、そこで負けてしまったんで、いや本当両者ともね、負けた後が大事みたいなところ。まあ仙台も最低引き分けでもいいかなっていうゲームができるかどうかでしょうかね。まあもちろんホーム戦でいわきを直接、叩くことができれば一番理想的ではあるんですけども、まあプラン B としてね、ゲーム展開的にはまあ引き分けでも OK みたいなところも頭に入れる必要はあるかなっていうところでしょう。仮にこの試合勝ち点1で終わった時に悔しいとかちょっときついなっていうのはいわきの方にはなりますんで、絶対勝ち点3が欲しいのはいわきである。そしてまあどっかで仙台も引き分けでも OK みたいな、まあもちろん6位との差がね、岡山とのこともありますんで、一概に引き分けて OK みたいなことはね、あれなんですけどもね、ただそんぐらいの気持ちの余裕を持つことができるかどうかみたいなところもあるかもしれません。さあどうなるかというとこでしょう。で、こちら
水戸愛媛、残留争い中の水戸ですね。現在勝ち点32、15位、そして愛媛は38の10位というところにはなってきます。水戸、現在2連勝中、ロアスと群馬残留争い中の2クラブにしっかり連勝、まあ、直近5試合で見ても仙台戦以外はしっかり勝ち点を取ってる、まあ、上位の横浜 FC 長崎にも勝ってますし、まあ、仙台戦敗れはしましたがその後連勝というところなんで、まあ、何か勝ってるものにしっかり勝ってるというところ、まあ優勝とか昇格がかかる横浜 FC とか長崎に負けなかったというところで、仙台、まあ、プレーオフ争い中で仙台敗れてしまったんですけども、ただね、ロアスと群馬っていう、まあ、残留争い中の難しい相手にもしっかり勝ってますんで、まあ水戸ね、ちょっと厄介な相手かなっていうところでしょう。で愛媛、まあ、逆転でのプレーオフ、そして1年復帰1年目のね一桁順位を目指す愛媛にはなってきますが、貯金5試合は2勝、1分け2敗というところ。こっから愛媛もね、残留争いの水戸、そして優勝争いの横浜 FC、 そしてあのプレーオフが勝ってる岡山みたいな、ここも何か勝ってる者同士とのね3試合が待ってますんで、なかなかに難しいゲームが、今後予想されます。まあ、愛媛目線でいうと、こうしっかり勝っておきたいというとこでしょうね。でこちら長崎栃木というとこで、ここは、優勝争い、そして、まあ、優勝争いとか、まあ、ちょっと後退しちゃったかなという感じがしますので、現実的にはしっかりプレーオフ圏内を確保したい長崎と残留争い中の栃木、まあ両者とも調子が悪いチームにはなってきます。ビュハレン長崎は、2分けの3敗直近5試合ですね。22戦無敗だったチームが3敗直近5試合でしてしまっている中、現状はちょっとどうなんだみたいなところもあります。まあ、この試合に関してはメインチャンネルの方でもプレビューしておりますので、そっちもよろしくお願いいたしますと。で栃木に関しては直近5試合が1勝2分けの2敗というところで、まあ、前回ラファエル選手のゴールもあったんですけども、ちょっともったいない守備、まあビルドアップのところミスもあった栃木には、なってきますんでね、この試合しっかりそこをどう修正するかどうか、まあ、残留請負人の小林慎二監督には、なってきますんでね、まあ、残留請負人賞、もともと昇格請負人みたいなところもありましたけどもね、まあ、小林慎二監督、まあ、名称のもとで、ね、残り10試合どう勝ち点を積み上げるかというところでしょうかね。でこちらで群馬、秋田、最下位群馬、そろそろホームで勝ちたい群馬と、ちょっとね、どうなんだろうな、まあ、今年まだホームで勝利がないんで、いや、早いとこ1勝上げて、ね、サポーターの後押しが欲しいとこでしょう。現在4連敗中という群馬にはなってきます。で秋田は直近5試合が2勝1敗2分けというところ、2試合連続でのスコアレスドローに終わっております。まあ逆転でのプレーオフというのがギリギリ間に合うかどうか、本当ギリギリのところにはねいますんでね、まあ新スタジアム問題等もありますんで、最後の最後までプレーオフ争い中とか演じてほしいところでありますけども、ただまあ群馬もこれ以上負けるわけにはいかないというところでございますね。でまあここ新戦力でいうと、途中までいた小柳選手ですね、秋田のねディフェンダーだった小柳選手は現在群馬に行っておりますんで、まあちょっと早いですけどもね、小柳先週は秋田との再会が今回待ってというところでございます。さあどんな展開になるかというところでしょう。でこちらロアスト藤枝というところで、ロアスト、残留争い中ですね、現在勝ち点30の17、そして藤枝は36の13位というところ。ロアストね、前回4対3での勝利、まあ好調いわきを撃破というところで、これオセロ方式だったら全部真ん中ね3連敗がね白にひっくり返りますからね、これね、というところでございます。まあしっかり連敗を止めたのもね大きいですし、まあ、残留争い中というところでは1試合ではね、下位クラブが追いつけない差にしたというのは相当でかいというところでしょう。で藤枝、まあ、ちょっとまた今年夏も西矢選手主力が抜かれた藤枝にはなってきますけども、まあ、2勝3敗というところで、まあ、分かりやすいスコアが並んでるかなというところにもね、なってきますけども、さあ藤枝なかなかちょっと13位で36ポイントなプレーオフというのがね厳しい現状なんで、どこに目標を持っているか、まあ、若くていい選手が何人もねいますんで、こういう選手が、ね、残りゲームで、まあ、来季に向けてアピールをすることができるかどうか、まあ、残留はほぼほぼね、もう硬いっていうか、でもそれでも17位と6ポイント差か、やっぱ下は下で詰まってますもんね、ね13位って言えばなんとなく安全圏な感じもしますけども、まあ、17位と6ポイント差ってことを考えれば、この試合、ロアストは勝てばね、試合開始前では17位の、ね、ロアストとの差がね、封じた3ポイント差まで縮まりますんで、ちょっとまたややこしいことになるかなっていう J2 の順位表ですけども、さあどうなるかというところでしょう。でこちら
大分千葉というところですね。大分挙げて勝ち点32-16、まさかこんなシーズンになるとはっていう感じがします。で千葉勝ち点、48というところ、失点では大分がね31なんで、ジェフ千葉よりも少ないんですけどもね、やっぱ得点力というところの差がね出てるという感じがしますね。大分直近5試合は1勝1分けの3敗というところ、やっぱ愛媛戦勝っておきたかったかなっていうところ、愛媛戦しっかり勝って連勝していれば岡山戦の雰囲気もちょっと変わったかなっていうところでしょう。愛媛戦が2点リードした後ね、3失点して逆転負け中結果に終わってますんで、岡山戦は何が何でも勝ち点3が欲しかったっていうところと思うんですけども、勝ちきれるという展開でございました。でジェフ千葉前回好調仙台撃破でまたプレーオフ争いに、まあ近づくと、プレーオフ争いとかプレーオフ圏内近づくという勝利になりました。まあ今年に関してはね、ジェフ千葉なかなかジェットコースター的なシーズンになっています。まあね、野球的なスコアで勝ったゲームをあったんで、まあ、4得点久しぶりのこう爆発見せましたんでね、この試合もね、まあ、県主の福岡相手にどんだけ点を取ることができるかどうかというとこでしょう。でこちら山口岡山というところで、ここはね、まあ、プロ争いの中でも激戦のところですね。山口現在勝ち点47で4位というところ、岡山45の6位というのが今シーズンの両者の成績にはなってきます。山口貯金5試合3勝2敗と、ね、前回山口戦川野選手のゴラストで、ね、勝利と決勝ゴールというところでございました。まあ、安定したゲーム運びだった前回アウェー長崎戦にはなってきます。で岡山がねずっと勝っていない、なんか去年のね、前半戦もこんなスコアだった気がしますね、うん、まるで去年の前半戦、23年シーズンの前半戦を見ているかのようなスコアが並んでる岡山にはなってきますね。まあ前半戦はね、だから去年で言うと、ね、引き分けていたところをしっかり、勝ち点3につなげていた前半戦にはなるんですけど、今回負けてはいないけども勝ちきれていない。まあ分かりやすく複数得点がやっぱりサッカーで大事だねっていうのが分かるところには、なってきます。まあなんだかんだでもうね引き分けでもダメで、ちょっとやっぱ海外のクラブの追い上げもありますんで、そろそろ勝ち点3が欲しいというとこでしょうね。でこちら今回最後甲府、鹿児島というところで、甲府現在勝ち点35-14で、鹿児島が23-19というところ、まあ甲府に関しては、まあ、残留争いではないけども、ただ優勝とか、プレーオフも難しいという中で、どこでモチベーションを持っていくかにはなってきます。まあ、甲府直近5試合3勝1分けの1敗というところで、栃木に勝利という前回でございました。まあ、徐々にこう調子を上げていっておりますね。で、鹿児島が4連敗で、3試合連続で無得点中というところ、まあ、鹿児島もね、1年目、復帰1年目にはなるんですけども、ちょっと苦しいシーズンになってしまっておりますが、ただまだまだね残留中のはね諦めるほどの差でもありませんので、まあ逆にねちょっとどこに目標を定めるか難しい甲府と、まあ明確にこう残留中ものが、見えてる鹿児島、まあ残留争いという目標がしっかりとある鹿児島なんで、どちらかというと、まあ、鹿児島の方がモチベーション的には高いし、甲府からしたらね難しい相手になるかなっていうところには、なってきます。さあ、この試合どんな結果になるかというところでしょうね。はい、ということで、以上、パロブンテ、JS のマーちゃんでございました。よかったら、ちょっと待って、その。